大谷がトロントに行っただって。せや、待ち構えたろ。結果ブルージェイズ説の大谷さん過去に乗ったジェット機がアナハイムからトロントへ向かうのが確認される。プライベートジェットの確認とか熱心すぎやで。菊池は今夜ロジャースセンター近くの高級寿司レストランを丸々予約している。50名様以上でご予約受けたまわります。どうするか。絶対大谷歓迎会やろ。はいはい、もう決まり。そして現地民も飛行機待機。さあプライベートジェットが到着や。しかし大谷が搭乗していると噂されたトロント行きのプライベートジェットに乗っている人物が全くの別人だったとカナダ放送局のレポーターが報道。その後本人が SNS で、私は翔平、大谷ではないとこの報道について認めていた。待ち構えたせいこれは大草原。謎のおっさんのフライトを見守ってたやつ、ほんまにおっさんで草。ロバートさんのスーツケースの中や。カナダのスポーツ放送局、おっさんがおっさん監視してて草。ロバートさん、お気持ち表明。トロント到着後にインスタグラムを更新し、今日私と契約を結んでくれたブルージェイズに感謝しますと冗談はさておき、私は翔平、大谷ではありませんし、彼は今日私の飛行機に乗っていませんとブルージェイズユニフォーム姿の自分のコラ画像とともに投稿。どうしてこうなったのか分かりませんが、ブルージェイズに電話して、私の5歳の息子と6億ドル約870億円で契約してくれるか聞いてみます。彼は飛行機に乗っていたし、いやらしい球を投げますとジョークを綴った。困難でトレンド世界一になるんだから世界は平和だわ。大谷が乗ってるかもしれないというガセ情報でアメリカトレンド1位。一方大谷さんは家で寝ていた。終わり。